はい、皆さんこんにちは。始まりましたレクミライブオン YouTube。 こちらは、グリーンステージですね。本日は第2ターム JTB グループさんの方にお越しをいただいております。 JTB グループ細見野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、もうたくさんの人にですね、今日も来ていただいておりまして、はい、今600名弱ぐらいですかね、来ていただいておるので、たくさんの人に見ていただいているんですけれども、ちょっとあまり緊張せずにですね、フランクにやっていこうかなというふうに、はい、思っております。まあ、JTB さん今日来ていただいてますけど、JTB って言うとやっぱりこう、なんか旅行みたいな、イメージがものすごく、強いと思いますけれども、僕もですね、JTB さんにちょっといろいろ、お手伝いとか携わらせていただいてお話しする機会実はたくさんあったりしたんですけれども、してるんですけど、本当に旅行だけの会社じゃないなっていうのが一番、強く感じているところなので、今日はですね、細見野さんと二人で、こちらの旅行だけじゃない JTB の顔、姿っていうところをしっかり皆さんにお伝えをしていこうかなというふうに思っております。ということでですね、早速最初の企業説明の方入っていこうかなと思うんですけど、大丈夫でしょうか、ご準備。はい、大丈夫でございます。では、はい、画面共有をさせていただきますので、少々お待ちください。はい、お願いします。ではですね、早速ですが、ただいまより JTB グループのですね、インターンシップ並びに、仕事内容のですね、ご説明をさせていただきたいと思います。まあ、約15分間ぐらい使って、当グループの事業内容並びに、インターンシップで皆さんに何を学んでほしいのか、そして我々が何をお伝えしたいのかについてね、お話をしたいと思います。ちょっと改めてになりますが、株式会社 JTB の人事部細見野でございます。2019年からね、東京で働かせていただきまして、今は、大学生向けのインターンシップであったり新卒求人に携わっております。で、その前何をしてたかっていうと、九州エリア、福岡エリアをね、中心に B2B の仕事をさせていただいておりました。なかなかね、B2B と、旅行会社もしくは JTB って皆さんの中でイメージつながらないところだと思いますので、ここら辺は Q&A で後で後藤さんからたくさん質問をいただきながら、答えていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。はい、ではまず早速ですが、皆さんにご質問で、 JTB と聞いてどのような仕事を連想されるでしょうか。ちょっとイメージしてみてください。で、多分多くの方がね、旅行の企画であったり販売をしている会社と想像されていると思うんですが、実は、一言ではね、お伝えできないほど領域の広い仕事をしておりまして、今日は皆さんが想像していないことを、JTB が何を展開しているかを交えながらね、ご説明をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。はい、それでは、JTB はどういった仕事をしているかというところで、例えば JTB かけるスポーツということで、スポーツに寄り添い、楽しい未来を作り上げる、そんな事業を今展開をしております。例えば2019年のラグビーのワールドカップや、今度のオリンピック・パラリンピック、もしくは過去のオリンピックですね、そういったスポーツ大会に深く関わりを持ちながら、大会の成功をサポートしております。で、具体的には、まあ、皆さんが想像しやすいところで言うと、観戦ツアーの提案などがございますが、それ以外にも選手団の移動であったり、地方自治体とタッグを組んで代表チームのキャンプ地への誘致活動ですね、であったり、新しい観戦スタイルの、提案、まあ、大会の注目度を生かした、プロモーション提案など、幅広く今スポーツに関わる取り組みをさせていただいております。続いて JTB かけるマイスということで、世界最高峰の国際会議の成功をサポートしております。マイスってなかなかね、聞きなじみないと思いますが、これは国際会議であったりイベントであったりコンサートであったり展示会、まあ、そういったね、人が集まる場所、空間を、我々の方で運営をさせていただいているといったところでございます。例えば2016年の G7 ですね、伊勢志摩サミットがあったと思いますが、去年でいうと2019年の G20 大阪、そういった国を代表する会議のですね、成功のお手伝いを実は JTB でさせていただいております。続いて JTB かける地方創生ですね、ここ興味がある方多いかと思いますが、我々ですね、観光の力を生かして地方、地域に人が流れる仕組み作りっていうのをさせていただいております。
まあ、現在多くの自治体が、人口流出であったり、過疎化に悩む中で、その地域に残る文化、歴史、伝統、そういったものをフックに人を集めると。で、人を集めることでその地域の活性化に貢献することに注力をしております。現在多くのですね、自治体と連携をしながら、こういった地方を元気にするプロジェクトを進めているところでございます。はい、続いて、まあ、最後にしましょう。ここは最後で、JTB かける震災復興ということで、震災直後のですね、輸送や移動手段の提供に始まって、復興ボランティア派遣ツアー、震災の教訓を伝える学びのプログラムの企画販売など、人の交流をこう生み出すことで被災地の経済活性化であったり、あとは復興振興、そういったものに貢献をしています。その他にもですね、たくさんフィードバックがございまして、今日は細かくは説明しないのですが、例えば日本の魅力を世界に発信する仕事があったり、JTB かける HR ソリューションということで、クライアントの企業力を高める仕事、 JTB かける IoT ということで、日本人も外国人も旅行がしやすい環境づくりを、させていただいたり、あとはデジタルマーケティングを掛け合わせる仕事、あとは AI を掛け合わせる仕事と、本当にですね、今幅広い事業領域で、我々仕事をさせていただいております。で、ということで、冒頭に説明、質問をしましたが、JTB って何をしている会社かっていうと、実はね、旅行の会社ではなく、交流をですね、生み出す会社をしておりまして、で、我々の仕事は何かっていうと、旅行の提供ではなく、お客様にとっての価値を作り出す、そして提供する仕事をしているっていうところを、今日は覚えていただければなと思います。まあ、ぜひね、JTB っていうのは交流を生み出すこと、交流創造事業を常に中心に考えておりまして、我々のミッションは旅行を売ることではなく、価値を創造することであったり、あとは課題を解決すること、そういったところを覚えていただければなと思います。で、最後に、事業説明の最後になるんですけど、我々が、社員一人一人、もしくは会社としてですね、大切にしている経営理念を紹介いたします。地球を舞台に人々の交流を創造し、作り出し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する、こういったことを一人一人の社員がですね、交流を中心に考えながら、実現をしている、仕事をしているといったところを今日は覚えていただければと思います。で、続いてですね、先ほどお伝えしました JTB の事業領域の広さであったり、あとは皆さんが活躍するフィールドの広さを利用してですね、 JTB でじゃあ実際何が実現できるのかっていう一例をお伝えをしていきたいと思います。例えば先ほどお伝えした通り、社会課題を解決し世の中へ貢献する、そんなことが JTB の中でできるんですね。ですので、もし地域活性であったり社会問題に関心がある方は、ぜひこの後説明するインターンシップ等に、挑戦していただければと思います。もしくはマーケティングや企画など幅広い仕事に挑戦できるんですね。ですので、今マーケであったり企画をですね、学んでいる方、もしくは今自分が学んでいることがどれぐらい世間に通用するのか確認したい方、ぜひチャレンジをしていただければなと思います。そして最後ですね、グローバルなフィールドで、キャリアを築くことができます。ですので、今、商社であったり、あとは外コンであったり、そういったところを狙って、グローバルな軸に、キャリアを考えている方は、もしかしたら JTB の中でも見つかるかもしれませんので、ぜひチャレンジをしていただければなと思います。はい、続いて後半戦となりますが、今回皆さんにですね、用意しているインターンシップについてお伝えをしたいと思います。はい、今回はですね、4つのテーマを準備しておりまして、本格的な事業提案プログラムとなっております。テーマは、グローバル、広告マーケティング、地域交流、訪日インバウンド、スポーツビジネスとなっております。皆さんには興味のあるテーマをですね、1つ選んでいただく形になります。この、テーマにつきましては、実際に今世の中で起こっているリアルケースをプログラムにしておりますので、決してですね、簡単な内容ではございませんが、今の世の中のトレンドであったり流れを、理解する、もしくは JTB のですね、ビジネスを実際に理解する、体感する、いいプログラム
だと考えております。ここですね、多様なリソースとノウハウを活用し、さまざまな市場に挑む JTB のビジネスを体感いただきたいと思います。はい、そして、今回ですね、何を皆さんに学んでいただきたいかというと、まずは JTB が挑むビジネスレクチャーを通じて、我々が推進するですね、交流創造事業の可能性っていうのを実感いただきたいと思っております。そして、企画作成業務体験を通して、まあ、なかなかね、学校では、学べないこうリアルなビジネスの観点と、あと初めて会う仲間と結構難しい課題に挑戦いただきますので、そこの達成感とかやりきる力っていうのを養っていただきたいなと思っております。そして、プレゼンテーション体験と社員によるフィードバックを通じて、まあ、大勢の前でね、話す経験っていうのと、あとは学術プレゼンとビジネスプレゼン、これ大きな違いあります。ぜひ、ここで学んでいただきたいなと思っております。そして最後に、社員とのパネルディスカッションを通じて、まあ、実際の業務内容から社員のやりがいであったり夢、そういったものをざくばらんに話していきましょう。まあ、実際にね、コミュニケーションを取ることで、その会社の雰囲気であったり仕事内容を体感いただけると思っております。はい、これがですね、2019年度の実績でございます。まあ、昨年度ですね、多くの学生の方にチャレンジをしていただきました。6000名、結構多いですよね。で、アンケートの結果からは、かなり難しかったと、プログラム自体がですね、という意見がございましたが、一方で満足度が 9.02 と9点以上ということで、皆様にビジネスのこう難しさを体感いただくと同時に、課題解決の面白みであったり、我々が推進する交流創造事業の可能性というのを見ていただいたんだと思っております。またもともとですね、旅行業界に全く興味ない方っていうのにも、たくさん参加いただきました。まあ、将来ね、先ほど話した通り、グローバルに活躍したい方であったり、課題解決のビジネスに興味がある方であったり、社会貢献をしたいっていう方、あとはマーケットか企画力、そういったものを試したい方、ぜひですね、我々そのフィールド持ってますし、インターンシップの中でもお伝えできるかと思いますので、ぜひチャレンジをしていただければと思います。はい。インターンシップ情報につきましては、開催日、開催都市、予約、開始日、予約方法などはですね、すでにインターンシップ2022というページを用意しておりますので、ぜひこの QR コード並びに、を読み取っていただいてですね、進んでいただければと思います。まず会員登録を、まだ予約自体は始まってないんですけど、会員登録をしていただくことで、順次ですね、予約開始になりましたであったり、日程が決まりましたっていう情報を流させていただきますので、ちょっとでも興味持った方、ぜひ、登録をお願いをいたします。皆さんにですね、インターンシップ会場でまたお会いできる日を楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。ちょっと駆け足になりましたが、以上で、説明となります。ありがとうございます。